どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、イベントの報酬で、今やってるね、イベントの報酬でゲットできる、皆さんジェスタークイーンというモンスターをご存知でしょうか。このジェスタークイーンというモンスターなんですけども、実はですね、あの OCG 化されていないカードらしいんですよ。だからもう紙の方では存在しえないカード、つまり我々だけが使えると。そしてなんと私、プレミアム加工が2枚、なんか知んねえけど3、4、5、6枚分の2で出てるんですよね。なんか知んねえけど、なんかこの巨乳に愛される、これよく見てください、この人すごいでしょ。これ何カップあんのかな、これなんか多分ね、H カップか I カップぐらいはあるんじゃないかなって思うんですけども、くびれも素晴らしいですね。ちょっとあの佐野ひな子体験みたいなところはあるんですけども、このジェスタークイーンさんがものすごい連打力を持っていまして、すごい脳筋です。こいつすごい脳筋なんですよ。レベル2で通常召喚できるんですけども、脳筋モンスターなんですよ。これちょっと効果見てくれますか。このカードが召喚に特殊召喚、召喚が特殊召喚に成功した場合に魔法トラップゾーンのカードを全部破壊すると、自分の、だから自分の荒野の、違う、なんだっけ、サジン、違う、荒野の竜巻か、荒野の竜巻とか、あとアビスコーンとか、ああいうなんかその破壊されたらなんかするよみたいなカードと、まあそこそこ相性はいいんですけど、その効果はおまけなんですよ。これね、下の方の効果、自分のフィールド上に他のモンスターが存在しない場合、このカードは通常の攻撃に加え、自分の魔法トラップゾーンのカードの数だけ一度のバトルフェーズ中に攻撃できると。つまりですね、3枚魔法トラップがあった場合、自分の攻撃に加えなんで4回攻撃できるんですよ、デュエルエンクスだと。ちなみに、OCG にもし仮にあったとしたら、6回攻撃できますやばすぎで、この4回攻撃できるんですけど、打点がやっぱ800しかないと。でもね、簡単じゃないですか、クソ簡単なんですよ。打点上げる方法超簡単で、まあこの辺をつけて、ちなみにガーディアの力って攻撃するために打点上げるじゃないですか、これ500アップなんで、これね、合計すると4回殴るんで、2000が上がります、最終的に最後の攻撃で強くないで、魔法使いなんで魔導将来で持ってこれると。あとは結局そのワンキルを防げばいいんで、ワンキル防いで開始でワンキルすればいいっていう話なんで、まあ、クリボールとか、まあ、カナディアとかかな、まあ、この辺は、まあ、一応クリボールにしてるのはこの魔法トラップ破壊しちゃうんで、セットする防御札ばっかり入れてても意味ないんですよ。でもセットする防御札がなさすぎると、今度セットする魔法トラップ、これほらカナディアとかをセットしても別にいいから、魔法同士の力とかの打点を上げるんだ。だから、まあ、この辺バランスを見て、まあ、採用っていう感じですね。はい、ということで早速ジェスタークイーン4連打でサレンダーやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、ゾウのうんちくん、よろしくお願いします。ゾウのうんちカツ丼くんですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ね、そこそこ手札はいい感じです。さあ、何でしょうか。根性とかいうなんかスキルだったんですけども、根性なんていうねスキルをね貫通しますこれを見せれればいいな。根性、これ何デッキだろう。根性かメタファイズとかですかね。ちょ、わかん、あ、違うかな、ちょ、わかんねえな。なんもない。なるほど、なんだあれ、なんだあれ、そのカードは何でしょうか。エレメンタルヒーロー、あれカナディア、あ、なんだこれ、根性でカナディア入ってる。なんだ、不意のゴースト、あ、知らないかなんかですか、なんですかこれは。これ何デッキですか。あー、メタファイズか。オッケー。メタファイズ。根性とか甘えじゃない？カイトロイドあるんですかね。カイトロイドあっても関係ないですけどね。関係ないんですけど、まあ、とりあえずいいですよ。全然。問題ない。どうぞ。ご自由にどうぞ。はい、タイラント。マジで。大丈夫？ライフ守れる？今から俺4連打するけど。俺今から多分4000回で4連打するけど、いい？はい。で、つけて、このカードは魔法トラップゾーンに存在する自分のカードの数だけ攻撃回数が増えるという効果を持ってるんですよ、ゾウのうんちくん。ちょっと、あ、書いておいてありますね。なるほど、いいですね。クリボールだけやめて、
フリーボール投げたら俺ブロックするから。よし、オッケー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 。1連打2連打うおー2連打考えてる考えてる。根性とか甘えでは3連打うおー、カイトロイドぶん投げていく、投げろ早く。4連打根性とかクソ甘え、そんな甘えたねスキル採用してるようでは一生勝てませんよ。やばすぎこのデッキマジ楽しいんだけど、強くはねえけどさ、強くはねえけどクソ楽しいっていう。クズだけセットして、でカナディアセットで収容、小ズサイ後でもよかったかもしんねえな、もしかしたら小ズサイセットしたの間違えたとか可能性はある。無の連合OK。ちょっとね、あの自分で破壊しちゃうのがちょっとね、相性はねそんなに良くないんだよね。そのだから要は魔法トラップカードばっかりの黒い旋風か、黒い旋風はだるいな。いや2枚か、まあでもこっちさえセットして、まあこれは良かったか、これは良かったな。結果ご来モーマンタイ、クリス黒い旋風効果に、カナディアチェーンで、でこれで攻撃力を参照できなくなりまして、黒い旋風の効果を2回とも発動しません。はい残念。さあまだ特殊召喚ギミックあるんでしょうか。特殊召喚じゃなくて普通に中途召喚してるから多分特殊召喚無理だと思うけど、うん。さあもう一枚カードを一枚セットしなさい。何かもう一枚カードを何かセットしなさい、何かをセットしなさい。私がコズミックサイクルでぶちましたけど、おいいじゃん、言った通りにしてくれるんですね。あざっす、ありがとうございます。でこれはスキル発動せずに、勝ちましたね。はい勝ち。ブラックフェザーとかそれ甘えでは、ブラックフェザーとかそれ甘えでは。はい1連打2連打3連打対戦ありがとうございました。えブラックフェザーってこんな弱いんですか。さあお相手の方、ルアちゃんよろしくお願いします。デュエル3倍バスビー OK、 バスターモード OK、 いいですよ。おい敵入れてたどうぞ、いいだろう、てめえのモンスターは今から私が4連打によって粉砕してくれる、粉砕してやろう。これ何が出てくるんだ、6、7、おいいじゃん、なかなかいいじゃん。さ何が出てくるの、パワーツール、珍しいモンスターだったっすね。なるほど、勇気と力をドッキングしていく、でパワーツールドラゴンの効果装備の方カードを手札に加えていく。魔導士の力、魔導士の力、魔導士の力強えな、強えじゃねえか、なかなか強えんだけど、あー強え、それやばい、それはやべえ、それやべえな。ちょ骨細しかないから、骨細おい強え強え、おい強えな、おいちょこずさいこずさいこずさい、あー来た、こずさいこずさいはまあとりあえずガーディアの力だけはマジでめんどくさい。これはこれはこれなんだっけ、これどういう効果、そういうモンスター相手モンスター戦闘型大石治療時にその相手モンスター破壊する、やばくね、これさ、でもこれはこれ除外しないといけないんで絶対に。でジェスタークイーン召喚はなんもないで、ガーディアの力を装備していく、装備していく。これさ、でもさ、ちょっと待って、これダブルツール D&C とかいうカードさ、ちょっと俺今回よく把握しないんだけど、これってさ、これ殴ったらどうなの、これ殴るよ、一回ちょっと殴らして、1回目、あ、やっぱりそうなっちゃう、え勝てないよ、勝てないよ、そんなの勝てんよちょっと待って、勝てないよ、おい DHC 強すぎか、 DHC 強すぎるんだが、